ずは視聴者の皆さんにだけ今週の問題を発表。いくつかの連続な自然数の和が線であるとき、この連続な自然数を求めなさい。ということで、今回のテーマは自然数。1、2、3、4、5のように、ものの個数や順序を表すことを自然数と呼ぶんですよ。それでは今宵も参りましょう。美しき数学の世界。こんなバカな時代じゃないかな。はい、今週も始まりました駒大数学科。はい、今日ちょっとこちらをご覧ください。 いつもと雰囲気違いますね。はい、いつもですと東大生は2人で1組、今日は1人で戦わなきゃいけないということで、一応木村さんの背中には東大の看板背負ってもらいますからね。はい、プレッシャーですね。はい、頑張ってください。実は素晴らしいゲストをお呼びしております。駒大数学ワールドカップ優勝者、ジョンウンさんです。どうぞ。前回来ていただいた時にですね、もうジョンフンファンからはもっと出せ、もっと出せ、もっと見たいね、もうどんどん電話が鳴る始末。はい、さあジョンフン、久々ですけども、前回この番組に出ていただいた後、周りからは僕の日本の友達と、はい、韓国の友達がみんながこの番組を見て、はい、びっくりして、まあ本当に運がいいだったと。いやいや、もう実力がなければね、あそこでチャンピオンになれませんからね。なんか日本語すごい上手になってますね。トメさん、目が違いますよ。いや、もうこの距離でドキドキしちゃいますけれど、はい、今回の意気込みをちょっと聞かせていただきたいなと思うんですが、いっぱい緊張していますけど、はい、まあ一生懸命頑張ります。そうですね、頑張ってください。の目と全然違うじゃないですか。そうですよ、もう特別ですから。やごやすげえね。あれだってちょっとあのね、アタルちゃんがね、男前だし、はい、頭もいい。そうですよ、ちょっとね、駒大代表として宣戦布告しますよ。おお、ジョンフン氏、おお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 相当怒ってるけど、ジョンフンは今日はよろしくお願いいたします。さあ、とにかくですね、今日もちょっと荒れ模様になりそうな感じです。はい、では早速問題に参りましょう。はい、問題です。いくつかの連続な自然数の和が線であるとき、この連続な自然数を求めなさい。はい、いくつかこう自然数を足していって、それが線になればいい、まあ、そういう自然数は何かってことですね。それがつながった数、連続な自然数でなければいけないと。はいはい、自然数と整数は分けてるの？自然数といった場合には1から始まるという感じです。整数といった場合はまあ0とか入ったり、マイナスの整数もあるんですけど。はい、まずは駒大数学研究会の挑戦。今回我々はですね、はい、こちらで検証するあるものを探しに来ました。まあこちらで、はい、いいですか、ジョンフン君、日本の楽しいものをたっぷりとご覧いただきますよ。教えていただきましょう。はい、行きましょう。ということで、やってきたのは蔵前橋にあるおもちゃ問屋柴崎商店。ここで検証に使えそうなおもちゃを探していきましょう。まず最初にご主人のこの株っていうのはどこにあるんですか？これは天然でした。まずは山中さんのおすすめおもちゃベスト3。おお、なんだこれ。セールド。でもまだあります。ホークの水産で中日の力道山。力道山、力道山。尾崎って、これ尾崎豊ですか？違う、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 違う。そしてついに検証に使えそうなおもちゃを発見。綺麗だ、綺麗だ、綺麗ですね、今の。色合わせが。おお、綺麗。
やっぱり200個入りで200個ちなみに300円ぐらい。200個で300円じゃさっき我々ないけど、そうですよね、十分いけるよね。ということで、これなら制作費的にも大丈夫と勝手にお買い上げ決定。いやー楽しかったな。買った買いましたよ。買ったよこれ。やったやった買いましたよこれ。やったな。近代武器シリーズ、俺だって近代武器の。皆さん大事なもん忘れてませんか。これですよこれ。いつの間にか他のおもちゃも大人買いして、すっかりご機嫌の駒大。いよいよ検証開始。連続する自然数をビー玉に置き換え、ビー玉1000個分の距離に並べて検証。では今回の作戦は、以前ダマルちゃんの時に、はい、高円寺の商店街でやった時に、はい、我々は小さい方から行って、はい、でマスが逆に後ろから行って、そっちの方が正解に近かったじゃない。そうですね。ああ、そういうことあるんです。同じだと思うんだよ、はい、ね、そのパターンですよ。そのパターンだろ。いただきです。線からやった方がいいと思うんだよ、はい、明暗ですよ、やろう。線から行きましょう。線から後ろから行こう。後ろから行こう。線から、じゃあ俺は数間違えないよ。ちょっと皆さん、はい、あなたたちなんでもうオバマさんみたいに勝利宣言してるんですか。早くも、なんで1000から言ったら1000の次999でしょ。999でも1999でダメじゃないですか。あれ、あれじゃないでしょ。ダンカさんに口車さんとこないやばい。ダンカさんに騙されるとこだったよ。騙されてませんよ。さすが数学者だ。気づきましょうよそこは。1000だから、はいはいはい、で2つ数字が並べばいいんだから、うん、そうですよね。500ぐらいだったら、500ぐらいでちょっといいんじゃないですか。その辺から行こうか。じゃあその辺でいける気がするんです。それ明暗です。いただきます。騙されないで、騙されないで、行きましょう。騙されないぞ。とりあえず500前後の連続する自然数を並べていく駒台。1000個だとおよそ17メートルにもなる遠く険しい道のりの始まりです。とそこへいいね、こんなのいいですね。ラルシャの会じゃないよ。聖者の行進じゃないですか。近所の小学校からのマーチを背に、聖者の行進は続きます。ラマヌラマヌラマヌちゃん。違うよ。マーチに勇気づけられ、順調だったのもつかの間、駒台ロケにつきものの悲劇が。まさか倒す。突然の雨にも気にすることなく、ビー玉を並べていく駒台。そして、いい感じですよこれ。さあゴール来た。さあ来た。まだまだまだ。ああ、入る。入った。入った。入った。はい、ないの。もうない。うわ、残念、失敗。めげることなく他のパターンで最初からビー玉を並べ直します。今度こそぴったり1000個になることを祈りながら。そして、いい、ここいい感じ。ここじゃないよ。難しい。ここだからね。ここが出たからね。よしよし、手応えが気持ちいい。おー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 、やったー。沼松、はい、明らかにおかしくないかそれ。ニコ待ってよ。ジョンフンさん大爆笑。そしてついにその瞬間が。来た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 。落ちてねえのかって。あれあれ、ない、なわけない。うわ、また一個残念だ。マジで、うん、やり直し。もうちょっと勘弁しましょうよ。駒田予定でもこれはちょっとまずいですよ。バカめすぎだよ。これね、これいいよね。これ唾液だった。OK だねこれ。このライン、ほら、ぴったり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 、よし、よっしゃ、やったー、ぴったりだ。これが正解、これが正解ですよ。我々答え出ました。スタジオで発表したいと思います。お疲れ様でした。とりあえず、万歳。
検証時間2時間51分お疲れ様でした。3で、さあ、頑張ってくれた甲斐があって、答えも出ましたし、はい、我々答え出ました、ね、鼻からビー玉が飛び出た時にはもうジョー君大喜びでした、はい、それでさらに楽しんでいただこうと思いました、はい、これ日本に昔からあるおもちゃなんですけど、メンコじゃないですか、はい、メンコベーゴマ、これはね、これあれだよ、やり方いろいろあるんですよね、人によって地区が違うんだ、足立区はこういうのやんねえ地区によって違うんですか、足立区の町の方やが、こっちの方が町なんですか、さすが、さすが、さすが、どうぞ、どこすんだっけ、とてもじゃないけど、ただカードを置いただけんだけちょっとじゃあやってみてください。怖いかな。あー難しい。あとジョンゴ君、これあの鼻に詰めて遊ぶビー玉。やめてください。ジョンゴさんにそんなことでもない。皆さん、いよいよいいですか、はい、松木さんの東大生、そしてジョンフンさんはですね、はい、より美しい解き方で正解を出していただきたいと思います。せっかくのゲストです、今回はジョンフンさんも一緒にポーズやっていただきたいと思います。これはもうゲストですか、大丈夫ですか、大丈夫です。じゃあジョンフンさん、はい、お願いします。いきましょう、はい、せーの、ピットビーウィー、ありがとうございます。素晴らしい。1人でやってる時は全然恥ずかしさがしない。さあ今回はジョンフンも来てくれまして、はい、かなりの数学の力を持っているということで、ですね、もしかすると意外とあっさり解いてしまうんじゃないかなと、まあ、マスキタのポヌさんチームも引けは取らないはずですし、木村さんもね、今までずっと東大生枠を背負ってきた子ですから、そうですね、戦い的には面白くなると思いますが、はい、東大生木村さんですが、もう一つ答えは出ているようです。え、一方マス北のボナさんももうすでに答え1個出てますね。早いですね、はい、かなり早い段階で。本当ですか。出ているようです。ということは答えが1つなのか、あるいは1つではないのか、ちょっと駒台の皆さん、はい、ジョンフンさんの周りに駒台生が、何やってらっしゃるんですか。いや、我々これといってやることもないんで、はいはい、ちょっと書くも素敵な、ね、はい、男性モデルさんいらっしゃるんで、ね、デッサンでも、はい、ジョンフンさんそれどころはありません、はい、ジョンフンさんも真剣に本題に取り組んでいます。まずは公式を当てはめようということだ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。非常に素晴らしい頭脳の対決ということになりますが、マス北のポヌさん、どうやら出ているようですね、2つ目の答えも。え、なんと1個ではない、もう2つ出た。ジョンフンさんものすごい速さで計算していきます。まあ、番組にたくさんメッセージを寄せていただいたんですけども、その中で多かったのが普段見れないジョンフンの姿、特に真剣に考えているあのジョンフンがとてもセクシーだと。これですね、はい、この顔がかっこいいと、はい、ね、かなり集中力を乱されているようです、ジョンフンさん、はい、東大の木村さんですが、もう2個答えは出来上がっています。3つ目を今探しているという段階、これもほぼ同じペースでどんどんと、ジョンフンさんも回答を書き込みます。どうやら計算式解けたようですね。おっと、ジョンフンは3つ目の答えを書き込んでますね。3つ目の答えも書くようです。来ましたね、3つ目、いち早く3つ全て書きました。答えの数では今のところジョンフンが3つ、はい、マスキタのジョンフンさんから何か得たようですこれはいわゆる日韓問題に発展するのではないでしょうか。そんな不正が行われましたか、はい、見ています、マスキタのがもう今のドカード見てもただのカンニングとしか見えないこれは大問題が発生しました。トミさん、ジョン君はなんか、はい、トニーバンさんだ、はい、トニーバン邪魔してます、マスキタのが新しいトニータイム、ソロ版から電卓が来たトニータイムです。まず真っ先に答えを書き込んだのがマスキタのポヌさんチーム、そして木村さんが続いてジョン君ということですが、それでは終了です。さあ皆さんの答えを見ていきたいと思いますが、はい、まずは駒台からなんですが、はい、ジョンフさんモデルにさせていただいて、はい、スケッチさせていただきました、はい、まず私の作品ですけど、おー、
ジョンウンさんと別所さんのベンゴマです。はい、ポイントとしては目が野生味があるんですよ。ありながらちょっと寂しげなところがね、時々あって、目の奥にね、寂しさがここが惹かれるんです。なるほどね、結構もうそこんですね、はい、はい、まあまあ今までに比べたらきちんと描いてくれてますからね、はい、これならばもうちょっと僕絵心がある感じで描きましたね、ジョンウンさん。ジョンウンさん、興奮してね、耳にビー玉詰まらしちゃったみたいな。そして私が3番なんですけども、はい、イメージで、ビー玉王子という、ビー玉王子ですね、ビー玉王子ですね、ビー玉王子ビー玉ダメだろ、ジョンウンさん、ビー玉やっぱ好きなんだね、ビー玉好きなんで、こちらやらないよ、映ってる映ってる、これ3番でございます。3番で、私4番なんですけど、すいません、私だけ間違えて通訳さんを変えてしまいました。すいませんでした、似てます、ね、失礼しました、似てますね、はい、さあということで、我々の答えは、はい、こちらでございます。198から202までの足してこれで合計1000人になりました、はい、そうですね、はいはい、さあ続いてはマスキタマの答え、はい、大体ポンさんがやった、答えが、はい、おかしいですね。何が、先ほど制限時間内では2つまでしか書いてなかったんですけど、あれ、ロンさんが直したって、直した直した直した直しちゃダメじゃない、ダメでしょ、それ失礼ないよ、終わりませんでした、終わりませんでした、だんだん性格までマスクさんに似てきてたんですけど、何言ってんだ、直してないですよ、ロンさんが直したの、はい、525、これを使って出したんだ、割って5の場合は真ん中に1個あってシミトリにしといて、5で割ると200でしょ、200の前後が199、201でこれが400、その前がまた400だから、400、400、200でまず5の場合は1000、それから25の場合は40の前後に12ずつ、だから52と、12を引くから28ね、で125で真ん中が88の両脇が、62ずつやってということだよ。なるほど、まあ、最後に出てきた答えはなかったものとして、2つまでは見事。さあ続いては木村さん、はい、じゃん、お、はい、見つかりました。これが3つ目が本当にきちんと時間内に見つかったパターンですね、はい、1分前にギリギリ間に合いました、はい、私は今回倍分けをして考えました、はい、まず1つ目が連続する自然数の数が奇数の時、平均値が真ん中の自然数になります。そういうパターンというのは 200×5 と25×40 で、それ以降 125×8 みたいになってしまうと自然数の域を超えてしまうのでマイナスになってしまいます。なるほど、というわけで2通り出てきました。で、自然数の数が偶数の時、1000イコール 16×62.5、 これ1通りだけです。ということで平均値が 62.5 で、個数が16個の場合、これが3通目ということで3通りしかないと思います。なるほど、ということで残るのは、はい、ジョンフンの回答ということになります。ではジョンフンお願いします。オイラと同じだ。おお、ほう、これも同じ答えですね。はい、最初は X から始めるあの N 項の連続する自然数の和が1000だとするとき、 N の2次方程式のを作って N×2X+N-1 が2000になる、あの趣式があるから、 N が1なら意味がないですよね、うん、そしてあの X が1だけど N が45だったら、あの和が1035になりますよ、はいはいはい、そしたらあの N は44以下の自然数です、うん、そしたらあの2000を素因数分解、うん、素因数分解したら素因数分解24乗かける53乗になります。そしたらあの2以上44以下の、 あの自然数は9個がありますけど、あのこの中で N が5、16、25だけがあの X も自然数になりますよ。ぴったり私と同じです。ボルさんの回
ってるでしょ、ね、うん、同じ式が書いてあるの、確かにあのボヌさんもこれと同じことやってたのは認めましたね、うん、ね、でも言い方といい入ってくるタイミングといい、まさにマスクちゃんのと同じ、ただすごいですね、これだけ日本語もきちんと操ってくれてね、字も書けるし、素因数分解ですから、はい、震えました、素因数分解って聞いて、さあこの中に正解はあるんでしょうか、運命の正解発表です。正解は駒田以外はこの3つの回答でしたが、マス北野だけは限りなくグレーということで、いやーすごいですね。食べたいのに食べたいのに痛い、口内炎。そこでトラフル錠、抗炎症成分が早く治したい口内炎や喉の痛みを鎮めます。トラブルお口にトラフル錠新発売。夏の夜を熱く彩るスペシャルライブ放送決定。レディオの面がオリンピック中継テーマソングを感動的に歌い上げる。アクアタイムズがあの大人気ドラマ主題歌を、今年一番勢いのある青山テルマが新曲を披露。コカ・コーラ北京オリンピック開幕直前スペシャル、レッドパッションライブ08、7月27日深夜放送。美しき数学の時間。さあ今回皆さん非常に美しい解き方してくれたので、そうですね、はい、ちょっとまあ数式を使って解いてみたいと思います。まあ、あの K から始まって、K プラス N まで、まあ、あの項の数でいくと N プラス1個、これを足したものが1000になると仮定します。まあ、そうするとですね、これは等差数列の和なので、2分の1かける K 足す K プラス N かける N プラス1が1000となります。それでこれはまああのジョンフンさんが言っていましたが、まあ、1000というのは2の3乗かける5の3乗というふうにまあ因数分解できますね、はい、ですから基本的にまあこの式ですね、これを K と N についてまあ解けばいいと、そういうことです。ということでまとめますと、今回の問題は連続する自然数の数を偶数と奇数に場合分けして考えるのがポイント。二次方程式に当てはめ、自然数の初項がマイナスにならないものを選べばよかったのです。ということで、連続する自然数の和として成り立つのはこの3つだったのです。さあ、駒大フィールズ師匠悩むところかなという気がするんですが、はい、私はもうね、こちらに。あれ？譲る。どうしたんですか？いつも全然違うじゃないですか。そのうち仕事もらおうと思った。まだですか？はい、あのジョンフンさんということで。はい、ありがとうございます。ということは前回に続いて2連勝。悲しいほどにあなたを愛してる。実はギターの竹地さんのファンですよ。はい、映画を、そうですか、すごい、どうだと思います。あ、止め、よく聞いとけ。なんかよくわかんないですけど、はい、なんかね、これをきっかけに、はい、北の映画にジョンフンがね、はい、顔を出すようなこともあるかもしれませんね、俺楽しみにしてます、はい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ということはまた来てくれる気、はい、十分ですね。